そうですね、まあプロポーズをしてもらって。SKE はこのままだと終わってしまうから、もっとどうにかしなきゃっていうふうに思うし、うちらが辞めて後輩たちがどう生まれ変わってくれるか。バイトとかもしたりして、800円稼ぐのにどんだけ大変か。戻りたいと思うこともありますけど、ちゃんと前見ないと。ここで自分のキャラをぶち壊さないと中途半端やめなよ。やる意味分かっとる。後輩に成長してほしいっていう気持ちが私はあるから、AKB を超えられる存在になると思います。